むいちくん、はい、みかんです。はい、このみかんを食べると皮が残ります。はい、でもうちは皮を捨てません。捨てません。はい、じゃあこれを干すと何になるでしょう。せーの、漢方。漢方のチンピ。ベベン。これカリカリになってます。こっちの方がカリカリかな。あ、こっちです。これ1日ぐらい、どれくらい干したやつ。だいぶだよね、1週間以上干してる。で、これがカリカリになると粉末になります。おう、これがいわゆる漢方のチンピ。ん？粉末するの？する。お母さんが粉末にしてくれました。これあれだよね、パンに入れても美味しいし、そのままお菓子に入れても美味しいしね。これ食べると風邪をひきません。れっきとした漢方。すごいね。少しパンに入れても美味しい。でもね、父ちゃん個人的にはね、これそのままパキッて、ほら、はん。うん、これはね、みかんのね、うまみがギューッと凝縮されててね、辛くなる。正直ね、これより父ちゃんが好き。美味しい。うん、あとね、これ面白い効果あるらしいよ。グレープフルーツもそうなんだけど、食欲を抑えちゃうんだって。そうなの。妙に満腹感があるそのせいなんだよ。でお腹空いたらこれ食え。 あ、そうなんだ。うん、これを食べてるから飲まけは太らないって言ってみる。本当か。そのわけで、キンピ。はい、ただで作れる漢方。はい、よく洗ってくださいね。よく洗ってくださいね。あと、できれば無農薬で。はい、以上。